濃い。これね、やっぱ家とかでよくナイロン弦のやつ。え、これどこのですか。五段って言って、まあ元々はなんかね、ミディ信号を出すみたいなのでみんな使うんですけど、だからあの音をあんましないんですよ。はい。これを家とかで。その上のあれはコントロールみたいなのは、普通にエレアコとして使えるように EQ と、あとなんかこうアタック音を拾うようにマイク的なものが入ってみたいな。ナイロン弦を拾ったらどんな音するのかすごく気になりますね。そうだな、ピエゾだけだとやっぱりちょっと、うん、エレアコは弾いたことある。エレアコ、はいはい、ああいうちょっとなんか冷たい、そうだな、生ギターとは違う感じになってしまいますよね、うんうん、なんかこう生で聞くと、まあ、下もちゃんと聞こえたりするんですけど、実際エレアコってなんかスカスカになりません？こう、そうだね、マイク入れると、でも気になるなこれ、すごい。いや、こういうね、なんか指も痛まないんで、はいはい、割とこういうナイロン弦の家で手に取ってるみたいなのが最近多いんですよ。ナイロン弦僕も好きなんですけど、この貼り方がわからないんですよね。だからなかなか手出せないんですよ。あ、でもあれ僕なんかもう1年以上貼り替えないですよ。あ、そうなんですか、うん。やっぱいいですよね、癒しっていうか音が。そうですね、なんか、あ、で、あと僕一個聞きたかったのは、ELT の楽曲って、ええ、転調めっちゃ多いじゃないですか。転調、まあない曲もあるけど、ポップスでよくあるのはいきなりやっぱ3番サビが何の脈絡もなく半音上がるとか1音上がるとかありますね、はいはい。で、前なんかチャンネルでなんかこう言ってて、こうカポをこうしれっとこうやるみたいな、レコーディングの時とかね、うん、あ、ライブではじゃあギター変えてってことですか。ギター変えるか、カポ使わないで抑えるようにするかとか、うん、カポとかだってほらこうちまちまやるの嫌じゃないですか。僕カポの使い方がうまくないんですよ、うん、いや、ロックとかだったらあんまり使わないですよね。あ、もうそうなんですか。あんまり未だにその僕ちょっと僕が今言うのはあれなんですけど、カポの、その必要性があんまよくわかんないんですけど。あ、じゃあいらないいらないですかね。やっぱりほら歌う人で、例えばケンちゃんが、はい、女性ボーカルのこの曲を歌ってくださいって言われました、はい、みたいな。でキーを探すときに、男で歌ったらどんぐらいこう下げたらいいんだろう。ああ、でも1音上げたらオクターブがちょうど良くなって歌えるわみたいな、キー合わせの時とかはいいかもね。あ、なるほど、うん、キー合わせか。やっぱほらバンドやってると、その、はいはいはい、A の曲は A じゃないとダメじゃん。はい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 。E の曲は E じゃないとダメじゃん。はいはいはい、だからこうなんかダウンチューニングしたりするんですけど、はいはいはい、カポはそうですね。いや僕だからカポを使って何回かライブしたことあるんですけど、カポをあの差し間違えて場所、一発目は不協和音になったっていうことがあったんで、それ以降ちょっと恐怖症でカポなるべく使いたくないなっていう、うん、やっぱほらカポがないとこの曲できないとかになっちゃったら困るじゃない。はいはいはい。だ僕も極力は使わないですね。へえ、うん。いや、なんかいろいろなんか聞きたいっすわ。はい。もう実際こうやってなんかこう大先輩からこういろいろ聞くことってなかなかないんで。いや、僕なんかね、なんちゃってですから。いや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 。あ、そう、ピッキング、ピックって、ええ、結構ピッキングハーモニクスで鳴らすじゃないですか。だからなんかこう持ち方ってなんか違うんですかね。メタル系のキーンっていうやつ、はいはい、あれもね、一
一番楽なのは半音とか下げたチューニングをデフォにして、はい、そうするとこの弦の振動がこう増えるんですよ。はいはい、このいわゆる普通のラジオレッドが出る。だからね、テープ貼ってメンディングテープ剥がせるテープだって、はいはい、ほんで油性のマジックとかで、はい、その自分が出せるこの肉が当たるから、はい、人によってこの目の距離とそこが違うんですよね、はい、その実際のポイントが、はい、なんで自分のここだったら出るっていうところにマジックで線を引くあ、へとかいうのはどうですかね。でもそういうやっぱ位置があるんですね。物理的にね決まってるんですよ。はいはい、ちょっと出にくいけど、え、じゃあこれはもう狙って鳴らしてるんですね。僕ずっとなんかこう、ええ、鳴る時と鳴らない時の差があるんで、あ、それなんかこう感覚的にやってたんですけど、そうですね、やっぱこうそのポジションとそのネックの反り具合で鳴りやすい音鳴りにくい音っていうのがあって、ナイロン弦だと、はい、これ A 弦だったら今ピーって言ってる感じですよね。これそうだな、こういうクラシックタイプのギターって割と順ぞり気味に調整してあるもんなんですよ、はいはい、でエレキとかに必要な振動だとやっぱり順ぞりにしといて5倍音がたくさん出る、マニアックな話になっちゃうな。へえ、だからネックをまっすぐにして弾きやすくしてる人の方がそういうの難しいかもね。あ、なるほど、うん、やっぱちゃんとあるんですね、ピッキングハーモニクスのちゃんとした鳴らし方っていうのが、うん、また今度はね、はい、なんかギターを使ったり、はい、いろんなことをやってもらえたらいい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。今日は、バックホンのケンちゃんに来てもらいました、ありがとうございました。ありがとうございました。え、今アンプって何使ってるんですか。アンプはまあ普通の、普通っていうかマーシャルの、マーシャルメサー、フェンダーとか、はい、まあでもあんまりね、ほぼ足元でもう音作ってる。もうフラクタル率が高いですよ、ね。フラクタルなんですね、うん。僕ケンパーなんですよ。あ、まあケンパーも欲しいんですけど。はい。うん、なんか分かれますよね。フラクタル派とケンパー派で。だから一番いいのはケンパーにフラクタルの音をもう入れちゃえばもういらないっていうことでしょ。あ、なるほど。フラクタルの気に入ったそのモデリングをケンパーに移しとけば。ああ。あ、でもあるかもしれないですね、それ、うん、もう実際にやった人。なんかプリセットをインターネットからこう落とせるんですけど、多分フラクタルって打ったら出てきそうです、ね、うん、だって昔の人ってすごくないですか、機材その世代だったから、はい、もう、あ、これは体力きついなみたいな。へえ、いやだってもうこんなラックがもうなんか冷蔵庫何台も持って、はい、もう僕はマルチアンプシステムを組んでたんですよ、はいはい、そのソロはこのアンプで、うん、バッキングはこのアンプで、うん、クリーンはステレオでこのアンプでみたいな、うん、もうさすがにやっぱりね。いやだからフラクタル持った瞬間やっぱあれですか、うわ何だったんだろうと思いました。やっぱりいやこんだけ全く音は全然ダメだけど、はい、なんかもうその利便さ、うん、でやっぱでもやっぱりアナログには勝てないですよね、結局。そのそうだね、そのノイズも含めて、はい、
なんか、うん、それをマイクで拾った方がやっぱり、はい、ああこれいい音悪い音じゃなくてこう過去に聞いた CD とかレコードがこうインプットされてるわけで、はい、でそれを聞いてあこの音この音みたいな。そうですね。いや僕もなんか、エフェクター欲しいなとか最近思ったんですよね。それこそケンパーでシミュレートだから、あの実機を、はい、あれとか欲しいんですよね、うん、あのコーラス、あのグランジの人がよく使ってるあのエレハモのあれかな、あそれですかね、クローン、はいはい、銀色のやつ で紫、カートコバーンとか、あそう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 、あはいはいはい、だからああいうシミュレーターのいいとこはさ、そのなんだ実機だとどうしても不便なこととかあるじゃない、はいはいはい、エレハモのそのやつとかはさ、ねボリュームが下がっちゃうんだよ、オンにすると、はいはいはい、でそれがないわけじゃん、設定でシミュレーターだと、シミュレーターだと、だから、だから実機どういう音なのかなっていうのを込みでちょっと、ああ、そうそうそう、まあでもほら彼らはそれも含めてなんかこうやってたわけじゃない、はいはい、ああだからかけっぱなしかみたいな、ディレイとかもそうなんですよね、はいはい、メモリーマンとかも、うんうん、あの音が狭くなってだからバイパスすると激ボリューム上がっちゃってどうしようもない、はいはいはい、使えねえ、はいはい、だそれはなんかカスタマイズしてなんだろう同じレベルにできるようにするか、うん、もうそれはもうあそれはそういうもんだっつって使うみたいな、いやでも便利な時代になりましたよね、でもやっぱり実機気に入った実機を持ってるとあやっぱ本物じゃないとダメだわみたいになります、絶対なると思う、やっぱあの時代のあの機材っていうのはやっぱ子どもの頃見ててやっぱ憧れてたんで、なんか便利なんですけ どケンパーとかだけどちょっと寂しいところもあるんですよね若干、うん、なんかやっぱあのバーンって積んでる機材見てわ出てくる本人がいよいよみたいな感じでこう足元要塞みたいになってるのとかあるじゃん、うん、めちゃめちゃ困ってる、そうギグスとかで見てさあこういうの何のこれ何に使うんだろうこれって言ってこんな、実際こう4台あるけど、はい、立ててんのはここのキャビネットあーまあまあそうですね、あれほんと知らなくて俺全部鳴ってるのかと思ってた、置いといてしただけだ、ね、そうそうそう、すごい音なんだろうなと思って、でもほらやっぱこうキャビとかがセットの一部になってるじゃないですかロックバンドって、はいはい、それで実はケンパー裏で弾いてたとかだったらがっかりするじゃないですか、がっかりしますね、だまし通してほしいよね、そう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 なんです、今日は初めて桃鉄をケンちゃんに教えてもらいながらやったけれど50万じゃないや50億の借金なんて普通だったら死んでるよね、13億っす、あ13億ゲームってほどほどにやる分にはやっぱりいいもんだと思いましたよ、だからまた遊びに来てよねケンちゃん、そしてこれに懲りずにまた桃鉄やってください。グッドボタンとチャンネル登録よろしくお願いします。